こんにちは、ネモです。パワプルアプリやっていきます。今回は、青銅高校9000点チャレンジいきたいと思います。友達スタンプと招き猫持ってきてます。イベントデッキこんな感じです。七井くん、一条、東条、大地、三本松、古永と。行きましょう。で、このチャレンジ、もう何回やったかな ?8 回目ぐらい。すごい大変です。正直。で、実は今ハイスコアが8989で、その下8800いくつだっけなっていうぐらい出てるんですけど、その2つはいけそうな感じはありました。ただどっちも決勝で負けてしまって、惜しくも届かずっていう感じだったんですね。なので公開自体その動画2つ、まあ、知ってるかわかんないんですが、してない体で話をしていきます。広角来い。広角来い。ああ、まあ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 。で、このサクセスで最も重要なのが、広角打法のコツをレベル5掴むっていう話ですね。で、溢れ返る筋力を広角打法トップルヒッターで消化して、ポイントを稼いでいくという趣旨のデッキです。で、このデッキ自体は、七井くんとかね。広角ください、マジで。グレート、OK。で、このデッキ自体は、ツイッターで、青銅高校の1万点を出された方がいて、その方のデッキを参考にさせていただきました。ライチ?古永、リスク高えな。ただ、怪我率低いんですよね。二人だし。いけるかな。補欠にいらずんば。おー、オッケー、危ねえ。で、何をどこまで話したかな。あ、そうそうそう、ツイッターの方の参考にさせていただいたっていう話か。で、これ精神か。監督もいけますからね。で、僕自身も筋力固めって、太平楽とか、あとは春英とかで何回かやって、ただ、そのデッキを青銅でやったっていうのはなかったので、まあ、そんな着想なのかと、すごいなと。ぜひぜひ皆さんにご紹介できればなということでやっています。どうしよう、打撃行く?二人だし、一条行きそうだし。やめてー。これが嫌だった。これが嫌だったから迷ったって感じですね。やべ、うわぁ。不眠症。うわ、早速猛威を。ふうってきやがりましたね。マスコさん、ライチ。あ、これちょっと困ったな、本当に。これ本当にチュンチュンで早くなってほしいっすね。うん、チュンチュンだったら関係ないかな。うわ。うん、七井くん行きたいっすね。三本松もいると。逆境。パワヒは?取れる。さっきので助かった。ナイス。流れ的にはまあ普通かなって感じですね。どうなんだろうな。くれない。お、3人、2人。これ行っていいな。サムマツ行く?ちょっと足んねえけど。食堂ですしね。でもこれ500点くらいしか出なくない?うん。やばいぞと。だいたいこう、セクションの流れが、800、3000、4800くらいなんですよね。順調の時って。ちょっとどうだろうな。1条か。
あと一人重ねたいな。大地は評価いくか、怪しい感じですね。行かないっすね。東条行きましょうか。もちろん受ける。お、やる気下げられた。うん、まあいいでしょう。そろそろ試合かな。体力戻します一回で、次確定でいけますね。うん、どうだろうなこれ。あんまりポイント多そうには見えないですね、僕のこの8回の奇跡から。いやー、精度割れねえなー、なかなか。やっぱ精度の急戦点でかなり大変だと思いますね。本当にこう難しい。彼女入れられない、女の子入れられないとデッキ幅本当狭まりますからね。うん、悪くないかな。広角抑えたいしな。うわ、東条裏切り。説得しましょう。お、三番目。ただ一人か。はい。これでかなり上げれますね。大地の評価が全然上がらんな。ナイス。光ってないっすもんね、大地まだ。あと、ちょっとだけど。大地の金得意が早めに走るとね、10評価上げられるんでパッと行くんですけど、なかなか難しいっすね。おお、素晴らしい。5人惜しかったな。大吉狙いでいいでしょう、これは。もう、OKOKOK。フルナガかな。お、おやつナイス。技術いいですね。これは七井に相談でポイントにしましょう。大地は呼べばもう行くでしょ。なんで大地呼んでもらいしますか。うん、大丈夫でしょ、ポイント。
自主練行きたいんだな、そんなに。よし。お、不眠症が治った。古長っていうのがやだな。まあ怖くはないか。逆に古長を利用していくぐらいの立ち回りをね、見せたいですね。どうしよっかな、重ねよっかな。3人だと悲しいんだよね。3人だと物静かですね。まあ行くか、これは。よし、よく重なった。お、いいっすね、素晴らしい。しかも登場だ。ちょっとそろそろ降格もらわないときつくなってきてる。お願いします。いやー、降格がもらえんですね。うん、ポイントはまあまあ、そこそこ出てますね。やる気。ナイス。オッケー。うん、まあ悪くないでしょう。あ、でもライチ固定してんのか。じゃあいっか。当初びっくりしてほしいな。願いが通じたけど古長もびっくりしている。まあ大丈夫か、今回は。こっそり切ってますからね。で、怪我取っちゃうか。これで頼む、降格打法。いやー、これが一番いらん。うん、いい体力回復ですね。おうおうおう、古長。悪くないんだよな。48だし。人もいないし、行っちゃいますか。ちょっと筋力過剰になってきてますね、ただ。お、勝った。珍しい。威圧感つけましたね。体感6の1ぐらいだな。古谷行く？休みだろ。前園行ってもいいんじゃない？あ、邪魔なので精神練習に行ってください。すごいな、この走塁練習。いやー、7位ちょっと行きたいな。ただあまりにポイントが寂しすぎますね。
3月いいんじゃない、どうせもう次踏みますもんね、絶対。来地か。あ、やばい。来地寄ってきてない。でも寄ってくる。でも寄ってくる。来ない。ああ、踏むしかないっすね。東条が代わりに寄ってきてはくれましたね。広角ちょっと取れねえな、マジで。聖堂魂してる間に何回来るかですね、タックが。やめてー。まあ一人だったらいいね。むずいなむずいな、誰か回復して。うおいこっつい。お、回復はしてくれたけど。誰か寄ってきた。3人寄ってくればいいかな。まあ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 。寄ってこい。おお、まあまあいいでしょう。筋力がやばい。正直使い切れないっすね。広角くれこれは最大値アップにします。おお、いいっすね。とても頑張っている。そこそこ稼げたかな。うん、まあ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 、ギリ戦えるラインですね。ダブル135、少ない。お、フルナが反応しますね。ちょっと早めにマジで降格ください。技術使えないな、マジで。パワーもう100いったので、なかなか難しいですね。重なったらすぐカウントしますからね。ゲイ。お、2打席ラッキー。降格ください。七井と東条どっちでもいいから降格ください。おお、305、いいよ。いいけどもう消費できない筋力が。監督評価は大丈夫そうですね。無理なく上げられてると思います、ここまで。2人か。あと1回ぐらい燃やせないかな。沢村は特に気にせず普通にそのまま行きます。
うん、2人もう1回ですね。東条よりやっぱこっちなんだよな。おわ、いらねえ。ただ寄ってきた、ナイス。寄ってきたけどこれ使える？ポイント。パワーも触れないぞ。これでプルヒッターとないといけないからな。うん、ちょっともう辛くなってきてますね。やる気を下げないように下に行きます。順調なんだろうな。うわ、地上か。うん、筋力で重なって骨髄で降格だったら最高。あ、力かなり掴んじゃったか。ここでもいい、よし。ちょっと今更感強いけどな。しゃあない。いや、マジか。広角押さえてたかな、もしかして。まあ、押さえてないよね。三本松。筋力どうしてくれんの、助けて。結構イベント行ってないですね。三本松ゼロじゃない。フルヒッター来てないもん。なので全くと言っていいほど、全くと言っていいほど触れないな。失礼しました。行きましょうか。お待たせいたしました。6番。あぶねえ、デッドボールですね。この試合は大丈夫そうですね。イベント完走をしてないのがポイントきついな。今更行くこともないですね。ナイス、よくやった。行けるかも。大チャンス来ましたね。
437今600ぐらい入ってた、もしかして500か。アーチにするか。てか両方取れますね。やばい、高額取ってしまった。頼む、プルは来るまで。いやー、プルヒッター捕まされた。あー、これまずいな。完全にやっちゃったやつですね。完全にやっちゃったやつですね。多分9000今のでノールとは思うんですけど、広角来ないとマジで罪だな。2回の裏、西道攻撃に入ります。トップバッターは北松。投げた、危ない球、稲城ここは引っ張りに警戒します。これはいい当たりだ、いったー。うん、ポカミスですね、完全に。追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で久松。今ので三本松の44点とプルヒーでの筋力握りがかなり難しくなりました。久松今日4打点を挙げています。見送ってストライク。もう筋力つかめないんじゃないか。投げました、打った、これは強烈、いった。もう50しか消費しないですもんね。もう制度をリードで迎える8回です。今日3打席連続でホームランを放っている。で、高額打法も今のところレベル3なので、多分筋力を消費する前に技術が枯渇して触れないっていう感じですね。困った。伸びとか取る。うん、これは燃やしたいよ。7位でいいか。まあ3週練習しましょうって話ですね。スカウトいるからちょっと行きたいな。きつ、置いとくかこれで。うん、踏んじゃいます。さすがにでも行ったろう。500入りましたかね、あそこで。なんだかんだ言っても。伸び、最後の頼みの綱、休息とかだから。と、あと総力。あ、打開取るか、先の。うん、いろんなところに筋力が握られて、いい世界ですね。昔はこんなこと全然できなかったっすね。よし、行こう。ミート触れないわ、でも。久しぶりにこう、プレイヤーセンスが問われる感じですよ。先ほどホームランを放った久松。見送ってストライク。第2球、投げました。皆さんは、まあ、いい面が見せれましたね。プルヒッターのことは絶対取ってはいけませんか。まあ、反面教師にぜひしていただければという感じですね。セドリードで迎える7回です。今日3打席連続でホームランを放っている久松。あ、惜しいな、救い上げたんだ。
第2球。これはいい当たりだ。左中間大きいぞ。入った入った。あぶねえ。うん、多分もう3人タック以上受け付けられないな。うん、ポイント狙いで来てるんでこっちでいいですね。もうもはや広角打法をここで抑えに行く必要はないですね。うん、でもこれいったろ、さすがに。で、試合には広角打法を持った状態で臨みたいので、これでいきます。次、もう3人タック以上来なければ、まあでも、ポイント入るから、どうでしょうね。どうだろう。やっぱプルヒがいるわ。聖堂、先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で、久松。ネクストバッターサーク。危ねえ、ギー入りましたね。聖堂、追う展開で迎える3回です。ランナーとランナーなしという場面で緊張するから本当3失点とかやめてくれ。さあ次の投球、投げました。フォークボール見送ってストライク。第3球を投げました。カーブボール、アウトローへ。カウント1ボール2ストライク。投げました。やっぱ難しいですね、捉えるのが。同点で迎える5回です。ノーアウトランナー1塁という場面で、ツーシームか。危ねえ。聖堂、この回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは久松。打線というかピッチャーが弱すぎる。みゆきしっかりしてるって感じですね。第3球を投げた。インロー際どい球、ボール。カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げた。危ない球。さあ5球目、入るか入るか。レフトの後ろ、ワンバウンドヒットになった。うん、お願い。あぶねえ、もう試合負けの恐怖がね、頭にこびりついて離れないですね。さすがにいけるだろう。よし、うん、まあいけますね。ただこれ101かな、50 46 89、ちょっと多いですね、こっちの方が。じゃあこっち行きましょうか。2回行けるだろう。もう一丁いけますかね、多分。で、いい感じかな。でもこれプルヒッター取らないとダメな感じか。っていうのもちゃんと考えないといけないですね。最後多分127とスカウトで160入るので、おそらくこれ行くと積むかもな。つまり160点受け皿しとけばいいんでしょ。プルですね。まあ、160点プラスか。プルは取らないと無理だな。うん、多分ギリギリ大丈夫でしょう。多分。勝利20点。そらく127点。マックスだと。スカウト40点じゃない？ミート全く上げなかったな。おかげさまで。追加点のチャンスを迎えました。2アウトランナー2塁という場面で久松。
ね、遊べたちょっと詰まりましたね。アウトだ。取りました。これで3アウト。やばいやばい、それやめてマジで。この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは下松。円卓、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。もう全く勝てないな試合。第3球を投げた。低め、ボール。バッターよく見ました。カウンター2ボール1ストライクです。投げました、打ちました、痛烈、いった。この無失点でランナー違う。やばい。この回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは久松。今日はソロホームラン2本を打っています。第2球投げました。これはいい当たりだ、いった。最低限はやれましたけど、ちょっと厳しそうですね。おマジか、よくやった。同点で迎える9回です。ワンアウトランナー1塁という場面。危ねえ。今日3打点を挙げています。第2球投げました。ボール、アウトコース低め。カウントは1ボール1ストライクです。第3球を投げました。ミート小さすぎるわ。左中間へ持っていきましたが、ヒット。センターからセカンドへ。なんとか返してください。うわダメだったか。厳しい。ちょっとチャンス残ったかと思ったんですけどね。たださすがに行ったでしょう多分。え、感触あるけど今までで一番。まあ、80点、まあ、100点ぐらいですね、多分。勝利ボーナス。飛んじゃいましたけど、多分。ああ、よかった。いけた。9178点と。いうことで、なんとか、チャレンジ成功できましたと。で、今回は振る必要ないので、そのままいきます。はい。ということでした。これ1万点すごいな、やっぱり。いや、9000は、9000も辛かったです、正直。1万すごいわ。はい。精度高校できました。そうですね、これで僕はパワコを、難関だと思われたパワコを、北節、精度終われましたと。あともう SG と波動、カイドウなので、まあダンジョンもそうか、黒金とか。まあ、9000点チャレンジはほぼほぼ全校いけそうかなという感じです。で、北節ができた時に作ったんですけど、9000点チャレンジ動画というのを作りました。再生リストで。で、概要欄に貼っておこうかなと思いますんで、もし、この上げ上げ期間中ね、ちょっとどんなサクセスしようかなと迷われている方、僕と一緒に9000点チャレンジやりましょう。で、新高校来たらそっちにぶっ破して、また、落ち着いたら9000点チャレンジをやっていけばいいのかななんて考えております。いや、これはマジで大変でしたわ。もちろんキャラがね、登場でなくて、まあ、江戸川文楽とかが、今回は、ピンズドでハマるんですけど、まあ、キャラが全部揃ってても、そんなに楽じゃないと思います。僕も辞典の登場を使って、でも自分の中でね、辞典の登場を使っても結構大変だったので、聖堂の9000点は本当大変だと思います。1万点はもう本当に、未知の世界ですね。未知の世界ですね、僕にとっては。すごいなぁ。いや、すごいなぁ、という一言ですね。で、あとはフレンドは、できたらライチの50を、まあ借りれれば借りた方がいいですね。45か50ですね。で、やっぱライチ中心に回るので、サクセスがすべて。ライチは、もう最低でも40。まあ、できたら45。まあ、望めるなら50。借りれると、経験点の伸びが全く違うようになると思います。僕は手持ちの関係でどうしてもフルナガー借りたいので、フルナガーを借りてましたと。いやー、ちょっと長々、もう本当に精度が大変だったので、長々喋ってしまいましたが、今回の動画は以上となります。ぜひぜひ皆さんのライクボタン、コメントお待ちしております。今回も本当に相当きつかったので、ね。はい。また、Twitter のアカウント名はコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。